皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今日も一緒に脳に刺激を与えましょう。今回は注意力と判断力を高める効果があると言われている違う漢字探しです。漢字がたくさん書かれていますが、一つだけ違う漢字が紛れ込んでいます。どこに紛れているかを探してください。全部で10問あります。漢字を知らなくてもできる問題ですよ。各問題の回答時間は40秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。輸出の輸という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに車輪の輪という漢字がありました。向きや大きさがバラバラでしたが、時間内に見つけることができましたか。それでは次に行きましょう。2問目です。普通の普という漢字が並んでいます。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに進むという漢字がありました。見つけられましたか？とてもよく似ていますよね。さあ、頭と目の準備運動はできたでしょうか？それでは次に行きましょう。3問目です。追うという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに鎖骨という漢字がありました。追うという漢字は小学3年生で習うようですよ。4問目です。幼いという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに幻という漢字がありました。
こちらもよく似た感じですね。5問目です。一つだけ違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここにありましたよ。連ねるという漢字の中に仁という漢字が紛れ込んでいましたね。6問目です。墓という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに基本の木という漢字がありました。見つけることができましたか。7問目です。一つだけ違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここにありました。肋骨の肋という漢字の中に助けるという漢字がありましたね。肋骨の肋という漢字はあばらとも読みますね。漢字の大きさやバランスがバラバラだったので難易度が上がりましたね。8問目です。裁くという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに盆栽の栽という漢字がありました。こちらもよく似た漢字ですね。皆さんはランダムに並んでいるのとこのようにマスで並んでいるのはどちらが見つけやすいですか。9問目です。一つだけ違う漢字はどこにあるでしょうか。
答え合わせです。ここにありました。定位という漢字の中に今日という漢字が紛れていましたよ。見つけることができましたか？それでは最終問題です。コロという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここにこうという漢字がありました。よく似ていましたが、時間内に見つけることができましたか？以上で問題は終了です。漢字探しのこの動画は知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。コメントと高評価、チャンネル登録をお願いします。